片方の耳がぴょんとしているところがチャームポイントのこの子はトイプードルの男の子です。普段はやんちゃなところもありますが、抱っこが大好きなので抱っこしているとおとなしくなる一面もあります。トイプードルは抜け毛は少ないですが、ほつれや毛玉になりやすいので定期的なブラッシングやトリミングが必要になります。ぜひ可愛らしいこの子に会いに来てください。お待ちしております。